さあスマブラのお時間です。今回は見てください、オンライントーナメントという機能が追加されました。これによってリップに上がったら乱闘できねえとかあんまり気にすることがなくなりましたね。これを選ぶとどうなるのか、よしやってみようぜ。今回はおまかせ。さあ誰が来るかな。ここで引いたキャラでトーナメント、しずえか、強くなったらしいがな。まああんまり使ってるところ見ない感じのキャラだと思われ、やってやるぜ村代表としてね。さあ揃いました。結構な人数来ますぞ。意外とこういうのって投稿者さん的な名前の人もちょくちょく見かけるので、もしかしたら皆さんの知ってる人がいるかもしれませんね。右下にはよくあるカップルの名前がありますからね。さあでは行きましょうか。1位以外は無価値です。1位以外が次に進めます。なのでうまいこと立ち回らないとね、時間制限もあるので、そこそこ急がないとサドンデス扱いになっちまいますね。ここか、事故るべ事故るべ、うい、随分と平和な乱闘してんじゃねえの。でい、よし、リンか、わしかよ、なんで踏まれたら終わりだ。ガイルガイルガイル、落ちガイル落ちガイル、攻めガイルだ。よしよしよし、怖えぞ。お、巻き込め私は無事だから何でもいいです。ういよ、やめて、お、しまう、回収、オッケー。でで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 で、バリアだ。よし、怖い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 、うれ、濡れる濡れるなって、これ無理じゃね。うわ怖い怖い怖い、あ、砕かないと、トイレが、ふう、よし置いてけ、倒せばいいだけだろ。あいででででで、お、避けたか。オッケー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 、よし、スマブはスマブは、オッケー、割れた、フルパワーぶっ放してやるぜ、ファイヤー、オッケー、よしよしよし、あとはミュウツー君を料理すれば私ベスト16へ進出可能。オッケー、2スト残った、上々ですね。これを連続でやれば優勝できるわけなんですが、タイマンと違ってね、いろいろな要素がありますので結構むずいと思う。大乱闘トーナメントで優勝するのは、うん。さて待ちましょうか。でちなみにこれね、他の人の試合も全部リプレイで見れるんですよ。ここに参加したら最後あなたの動きは全部筒抜けよう。で揃いました。これに勝ち上がれば決勝いけるぞ。うわ、マックか、マックは事故りそうだけど、よく勝ち上がったな、そういう意味では。うん、こうして見るとパワー系が結構他のところも残っていますね。ちょっと緊張してきたぜ。重くない、大丈夫、まずマック君に事故らされないようにマック君を事故らせましょう。復帰力に関してはルイージ以外は結構難がありますね。変に思い一撃を食らわなければ私は落ちないはずだが、ほっ、よっ、うしょうしょ、よし、同士打ちをさせましょう。スリー、よいしょ、オッケー、 KO ゲージマジ気をつけろ、怖い怖い怖い、あっち行ってポイッと、ふい、よし戻れないでしょ。オッケーオッケー、竜巻やめて、
ギミックに慣れてねえっていうので死んだらもったいねえからな。やめて。マックだぞ。あー、ぶね。このルイージあんまりタイマン状態に持ち込むとやばいかもしれん。嫌な予感がするんだよな。タイマン状態になって厄介になる方もいると思うので、そう、よいしょ、そういう方はあらかじめ乱闘中にダメージを与えておかないとね。あれ解除できんのか。おいおい、あいつら何やってんだよ。よしよしよし、ルイージ異変に気づいて、お、来た。よしよし、やっぱそうじゃないとな。乱闘はそうじゃねえと。うれ、お、あぶね。やめて。やべ、死ぬかと思った。残り14なんだよな。うん、これはサドンデス、私とルイージだ。おれ、よっしゃー。あぶねあぶね。結構時間短いんでサドンデスはよくあるんですよ。よっしゃ、決勝進出ですよ。やるやん、しずえ。竜巻怖いね。ふわーっていくよ。よし。さあ、他のところはどうだろうね。お、私たちの試合が一番遅かったらしい。射撃ミーと、薬剤と、カメ。結構これどうだろうな。一人にしてしまうと厄介なやつが多いですね。そのノーマークだとクッパとか放置してたら横スマで割り込んできたらね、根こそぎ持っていきますし。うわうわ、スライムモリモリ。よし、クッパ怖え。よいしょ、お気をつけてね。やられるね、やられたぜ。早速1ストックを失ってしまう。見えないの怖くない？よし、やり返した。狭い狭い狭い、マップが。熱い、うら、そうだ、しまえばいいんだよ。お、あと1ストック残ってんのか。イエー、ふっ、熱い、死にたくない、死にたくない、嫌です。よし、ウサ耳、萌えキャラになることによってごまかす。あれお前のだよそれ。さっき自分で仕掛けたやつだよそれ。やったぜ。これが計画的知能犯というやつですよ。うん、まあこれね、きっと
静江ちゃんにうさ耳までついちまったからな。欲張りセットもいいところです。それに魅了されたクッパちゃんが足元お留守だったというわけですよ。というこういう一瞬の決着がありえますな、こういうステージは。なんとかなってよかった。というわけで録画一発目にして記念すべき初めての大乱闘トーナメント優勝でございます。大乱闘での優勝は確か初めてですね。最高記録準優勝だったかな。まあ今みたいなこううさんくさい勝ち方および負け方があるので安定させるのが怠慢以上に難しい。納得できないところも多々あるなんですが、こういうのはやっぱスマブラらしくていい気もしますね。わっちゃわっちゃしてるの。記念すべき1回目を優勝で飾れてよかったです。はい、こんな感じでね、他の方の乱闘すべて見ることができます。もしかしたらこの中にね、実質決勝みたいなすごい試合があったかもしれません。そしてこの中に一体もいないキャラが人気的に怪しいキャラなんだろうか。なんだかんだね、人気どころはいるからな。絶対まあ今だと勇者とかが大変熱いと思いますが、まあ、あとキャプテンファルコンとかはちょくちょくいるしね。うん、でもファルコン少なめだね。おじさんは？おじさんいた。おじさん、おじさんは絶対毎回いる。おじさん1だろ、1おじさん。クルール人気だね、こうしてみると。使い勝手いいもんな。あ、今回おじさん少なめだ。あ、2人いたわ。白いから見にくい。うん、まあそんな感じでこれが、スマブラのまあ大乱闘トーナメント機能ですね。なのでなんかあの日頃の戦闘力のあれって結構シビアなところもあるので、めんどくせえしつまんねえってなってくることもあると思いますが、こっちは気楽なんでね、負けても特に失うものはないし、なんかトーナメントっぽく楽しめるのでぜひ挑戦してみてくれよな。すでにやってるとは思うけど。はい、では終わります。ありがとうございました。